インバーカーアギルはニュージーランド南東のサウスランド地方最大の都市で国内最南端に位置する市である。人口は57,100人。1848年にスコットランドからオタゴ地方ダニー,イーデンへ入植してきた長老派教会の文化である自由教会の教徒が土地を購入し牧畜をはじめ、スコットランド系入植者による開拓の歴史が始まる。 その後アマを紡ぐ工場が周辺地域に設立され、1858年にはオーストラリアから家畜を輸入するため、旧ニュージーランド総督であったトーマス・ブラウンに陳情し、バルフに港の設置を求める。ブラウンは港設置を了承し、入植地にインバー・カーギルの名を与える。インバとはスコットランド・ゲール語でインバーと表記し加工を意味する。 カーギルは当時オタゴ警視であった名誉館長、ウィリアム・カーギルから名を取り命名した。その歴史からインバー・カーギルと表記するも、現在でもスコットランドなまりのインバカー語と発音される。1860年代にゴールドラッシュが起き、人口増加するもおよそ10年で収束する。ゴールドラッシュで経済的繁栄を得た歴史は、ダニー電子同様。 市内各所に建設されたビクトリア町建築、エドワード町建築に見ることができる。1861年にオタゴ州から独立し1861年から1870年まで、サウスランド州の州都であったが財政難から、その後オタゴ州に再編される。1867年に、ブルーフからインバーカーギルへのおよそ 27km 区間で鉄道が開通する。 1890年代後半から1900年代初頭に、かけ、農業、落農が盛んになり、乳製品加工工場、冷凍食肉加工工場などが設立され1891年から1916年の間に人口はおよそ2倍に増加した。現在はサウスランド地方最大の町として存在する。 西岸海洋性気候に属し夏季の平均気温は摂氏18.8度、冬季の平均気温は摂氏11度。7月から1月の気温は摂氏5.2度から摂氏14度。年間平均降水量は1112ミ、mm、リメートル。年間日照時間は1580時間で、ニュージーランドで最も曇り空の多い地域である。他方、夏季12月後半イタリテンの頃には1日の、 平均過小時間は16時間に達する。ニュージーランドステートハイウェイネットワークの最も南に位置する町であり、フィオールドランド国立公園体移動する拠点となる町。国道1号線を利用しダニーデンその他南東各都市へ移動できる。インバーカーギル空港からクライストチャーチ国際空港、ウェリントン国際空港、スチュアート島への航空路線が就航している。 クライストチャーチ、ダニーデン、クイーンズタウンタから高速バスが運行されている。タスマニア州、ホバート、クライメートデータアクティビティーズ。にはサイエンス、2013年10月19日閲覧。ありがとうございます。